2024年9月27日金曜日、午後8時42分。元モーニング娘。田中玲奈氏の X 公式アカウントより、人がスカスカのエスカレーター乗っとったっちゃけどね、真後ろに男の人立っとってさ、普通エスカレーターって、一段ぐらい前の人と距離やけん、真後ろよ、人全然おらんエスカレーターなのによ。あ、キモくね。ネット民の反応。いるよね。電車で空いてるのにわざわざ隣に座ってきたり。そういう男の人、ほんとキモいよね。大学とかでもガラ空きの教室で隣に座るやついるな。パーソナルスペースは大切です。それ高確率で盗撮です。盗撮されてないことを祈る。妊婦さんだから、できるだけで良いから、エスカレーターよりエレベーター乗ってね。うわぁ、めちゃわかります。私は黙って上まで登っていきました。前が女性なら、必ず2段は開けます。普通に気まずい。たまにいるね。なんで1段開けないかなって、思うよ。距離感バグってる人いますよね。ほんとキモい。方言が強すぎて何言ってるかわからない。男だけど、スーパーのレジ待ちですぐ隣にひっついてくるババアの方がもっと気持ち悪い。男だけど、便所でガラガラなのにすぐ横に立つおっさんの方がもっと気持ち悪い。